大仙道。大山道とは、主に、江戸時代の関東各地から、相模国大山にある大仙アフリ神社への参詣者が、通った古道の総称。大仙街道とも呼ばれる。代表的なものとして、田村通り大山道や、青山通り大山道などがある。大仙は山越えに、霊源のある山として、雨降り山とも呼ばれ、昔から農民たちの山岳信仰の、 対象とされてきた。そこにある大仙阿弥神社は、農民から五穀法上や雨乞いの神として信仰され、秀照屋飢金が続くと多くの農民たちが参詣に訪れた。江戸時代には関東地方各地で大仙皇が組織され、春山や夏山とされる期間に多くの人々が倒廃を行った。特に、 夏山祭りの初日には、元禄以前からのしきたりとして、江戸日本橋小伝馬町の大仙行である、お花公の人たちが、大仙長城への注文を開いた。道中の参景者は、白の雪絵、雨具、菅傘、白地の鉄鋼、キャハン、季語座といういで立ちで腰に鈴をつけ、六根成城の係念仏を唱えながら、五から六人、 多い時には20から30人が一段となって7から9月を中心に大戦へと向かった。また、ボン、暮れの借金の回収時期に大戦参りをしていれば、借金は半年待ってくれるという恩典もあった。最盛期の法歴年間には年間約20万人の参経者を数えている。 藤沢塾からの大仙参りに通う田村通り大山道の起点にある神奈川県藤沢市四谷の市の鳥居。大仙への参詣者が各地から通る道は大仙道と呼ばれ、道標にも記載された。大仙市には山中、田野畑海辺に大山道と記せる石標の実に、ルイタルを見るべしとの記載がある。平成19年20年に伊勢原市教育委員会では、 再発見第三道調査と称する調査を行い、大戦道道票を含め107期の道票を確認したとした。その調査によると、道票に記載のある大戦以外の地名では、日向、伊勢原、厚木、戸田、飯山、小木の、金目、田村、平塚、東海市場、大磯等があるとされた。これらの中で、大戦または、 大戦道と記載のある道標は39基あるとされた。なお、道標の作成には七沢石の一つである、ひな大使が多いが、一部に伊豆石で作成されたものもあったという。大山道は大山を中心に放射状に広がり、関東地方の四方八方の道がほぼすべて大戦に通じる状況となった。相模大山街道によると、大山道はそれぞれ江戸から、 甲州から、武蔵からの道などに分類できるとされる。最も主要な経路として、東海道方面からの田村通大参道があり、藤沢四谷から相模川の田村の渡しを利用する。また、江戸からの代表的な経路として、櫓沢王冠があり、江戸城の赤坂古門から出発し、箱根の北にある櫓沢の関所を経由する。なお、王冠は、行き来する、あるいは、 街道を意味する。他、埋挙に暇がないほどの経路が開拓された。第三道沿道や相模川の都線上などでは、宿場として栄えるところもあった。大戦からの帰路には、江ノ島、鎌倉などの観光も行われるなどし、大戦山系は一種のレジャーでもあった。古典落語の大戦参りもそうした背景から成立したものと考えられている。大戦には、 会場から船旅を通じての参詣もあり、特に現在の神奈川県横浜市金沢区から、房総への船旅の道筋は主なものとされ、これらの移動手段を含めると、大仙道の多種多様ぶりが一層際立つとされる。また、富士港による富士山への参詣者も同じ道筋を通ったことから、一部の道には、富士大仙道という名称も見られた。 富士山への参詣者も必ず大山にも参詣するのが通例となっていたという。明治期に入って鉄道が開通すると、大山参詣への交通手段にも使用されるようになり、次第に大山道という故障は衰退した。道そのものが部分的に消滅するケースも見られ、現在でも大山街道と呼ばれているものは、ヤグラザー王冠などわずかであり、それも地元民に、 時折別称として呼ばれる程度である。第三道は主要なものに八道あり、青山通り、第三道、府中通り、第三道、八王子通り、第三道、柏通り、第三道、田村通り、第三道、三道羽生通り、第三道、六本松通り、第三道、三木通り第三道がある。経路のうちは、現在の地名。経路は時代により変化し、 必ずしも記載通りの一定したものではない。道標藤沢にある田村通り第三道の起点となる道標。現在の神奈川県藤沢市から大山へ向かうものである。第三道の中で最も主要とされ、起点の藤沢四ツ谷に置かれた石像の一の鳥居は万治四年に木造で設置された後、昭和35年に大改修され、鳥居の正面に天狗の面がかけられた。 お花高大線道や、お花高道とも呼ばれ、東海道と藤沢塾で接続し、藤沢塾を挟み対面の江ノ島道にも通じるため、最も賑わいを見せた経路である。神奈川県道44号伊勢原藤沢線や、神奈川県道611号大線板戸線が、禁止したルートをたどっている。江戸から大線への経路として代表的なものである。ヤグラザー王冠の街道は、 立領時代より、東海道の本堂にあたり、鎌倉時代に、湯坂道が開かれるまで感動として機能していた。江戸時代に入って、大戦行が、盛んになる、京方年間から、江戸から大戦へ、あるいは足柄から大戦への道としても機能する。急峻な箱根峠に対して、足柄峠は緩やかであり、また、江戸沼津間の短絡路であったために、 東海道の脇王館としても発達した。神奈川県内の区間は、大正時代になると、県道1号線に指定され、後に国道246号となり、幹線道路として機能している。青山通り、第三道道標世田谷区三軒茶屋交差点の分かれにある。ヤグラザー王館の別名で、江戸から大山へ向かう経営路上で、青山を通ることから、 東京都内の一部箇所にて、局地的に、青山通り大三道と呼ばれる。江戸時代には、江戸からの三景道として盛んに利用されにぎわった。途中の下鶴間塾に、大山あふり神社の文社が存在する。現在でも神奈川県内で、大仙街道の名が定着している道である。矢倉沢からの経路矢倉沢王冠のうち、矢倉沢から大仙に至る経路である。 不動明王道道標などがある、戸塚の起点。東海道方面からの経路で、現在の神奈川県横浜市戸塚区から大前へ向かう、ものである。この経路の起点は、不動坂と呼ばれ、道標や石碑が多く見られる。明治5年の頃に、公衆同士が大喧嘩を始め、戸塚の地の雨と呼ばれる騒ぎになった。なお、下か屋からは、ヤグラザー王冠を利用して、 大山に至る。神奈川県道401号世屋柏線、神奈川県道22号横浜伊勢原線などが禁似したルートをたどっている。現在の埼玉県熊谷市から東京都八王子市を経て大山へ向かうものである。武蔵区に相模国の境界にある両国橋では、三景者が境川の清流に祈願を込めて身を清めたとも言われる。 久し所の私のある棚は、相模川が増水して、川止めになると、宿場として栄えた。久し所の名は、川止めの際に久しく止まるところから来ていると、言われている。なお、橋本のぼっくいから分かれて、上溝、田尻を経て、当馬の私で相模川を越える経路もあった。国道407号、国道16号、神奈川県道63号相模原大井祖先。 神奈川県道603号上、春谷厚木線、神奈川県道611号大線板戸線などが禁似したルートをたどっている。現在の埼玉県春日部市から東京都府中市を経て大線へ向かうものである。1616 16年に死去した徳川家康の遺骸を翌年久能山から日光へ移すことになり、江戸幕府はその一行が通る小野路村に道を整備するように命じた。 この時、小野寺に一律化が築かれた。大選考が盛んになると、小野寺は宿場として栄えるようになった。幕末期には、近藤勇、肘方歳三、沖田総治ら後の新選組の老子が調布から、この野ロソ村の名主、小島家まで、剣術の出稽古に通ってきたという。埼玉県道、東京都道4十号埼玉東村山線が、 近似したルートをたどっている。現在の東京都練馬区から大山へ向かうものである。富士山への参詣者も通ったため、富士大山道と呼ばれ、それが明治期に入って富士街道の名で呼ばれるようになったものである。東京都練馬区北町一丁目の旧川越街道と富士大山道の分岐点に、1753年、下練馬村工事により、 富士大仙道電なしへ三府中高五里と、引刻された道標が混流されており、練馬区指定文化財となっている。東京都道311号環状8号線、東京都道441号池袋谷原線、東京都道8号千代田連、マダム線、東京都道12号調布田な線、東京都道、神奈川県道19号町田調布線、神奈川県道、 東京都道57号相模原大倉町線などが近似したルートをたどっている。現在の埼玉県日高市から大山へ向かうものである。現在の埼玉県秩父国横瀬町から東京都大梅市を経て大山へ向かうものである。現在の国道299号、東京都道、埼玉県道53号大梅秩父線、東京都道29号、立川大梅線。 国道411号が禁止したルートである。現在の神奈川県相模原市緑区から大泉へ向かうものである。古くから、海の国方面から、相模国への道として、小田原道あるいは、甲州道、信玄道とも呼ばれ、武田信玄の小田原城信仰からの木との、三瀬峠の戦いと関係しているとも言われる。国道412号。 神奈川県道64号伊勢原津久井線などが禁止したルートをたどっている。現在の東京都八王子市から途中相模川の船下りを経て大山へ向かうものである。東京都道47号八王子町田線、東京都道神奈川県道48号谷谷国相模原線などが禁止したルートをたどっている。品野国、海野国方面から現在の山梨県笛吹市を経て、 富士山と大山の両方を参景するものである。現在の神奈川県平塚市から大山へ向かうものの、一つである。東海道平塚塾の助ケ制度の名残から、五天馬往来とも呼ばれる。現在の神奈川県平塚市から大山へ向かうものの、一つである。現在の神奈川県平塚市から大山へ向かうものの、一つである。現在の神奈川県中郡大磯町から大山へ。 向かうものである。伊勢原通り第三道は、伊勢原道と、旗の道の2経路があり、旗の道の高所伊勢原間は、小田原道とも呼ばれた。神奈川県道63号相模原大磯線などが、禁止したルートをたどっている。伊勢原道、旗の道現在の神奈川県小田原市から大山へ、向かうものである。国道255号などが禁止したルートを、たどっている。 道標小田原にある、羽尾通り大三道の起点となる道標。現在の神奈川県小田原市から大山へ向かうもので、ある。現在の神奈川県中群二宮町から大山へ向かうものである。身の毛通り、大三道現在は、関東触れ合いの道、大山参り身の毛の道として整備されている。現在の神奈川県秦の市局松から、ヤグラザー王冠から分かれ、身の毛を越えて、 大仙阿リ神社下社へ至る、裏参道である。関東触れ合いの道の一つとして整備されている。AB 江戸時代中期前は、農地の渡し六層を経ていた。田無し押し立ての渡し館は、千川上水を柳橋で渡り武蔵境駅方面へ向かったという、説と、この説の道ができたのは、明治以降であり、江戸時代には、西部新宿線西部柳沢駅西側にある。 六角地蔵赤道から南へ向かうえのきのき通り、新大寺街道、大師道を通ったのではないかという説がある。また、途中の調布飛行場で道が消滅している部分があると言われる。玉川の私は、押したてのほか、これまさ、赤道、市の万願寺、日野などが利用され、一定していない。川尻村久保沢から陸路での場合は、 大島村田な八王子通り大山道を経て、大山へ裏山道として寺山村から、三ノ毛通り大山道を経て、大山へ向かう経路がある。ABCDFGHIJK e F, G, H, I, J, K 大山道、丹沢大山歴史街道物語。産業能立大学。2015年5月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年5月14日閲覧。 ありがとうございます。